じゃんけん、なでなでポイントでお待ちかねと、じゃんけん。はい、挟みます。はい、ねえ、じゃんけん。はい、じゃんけん。じゃんけん、かわいい。この指だけまだ切っていません。他は全部切りましたけど。なんか移動されてる。によりによりあれによりによりあれ映ってる。なんかはーい、じゃんけん。どこ行く、どこ行く。食べに行くのかい。変だよ、ジャン君。片足だけ上げて、片足だけ降りて食べてポンちゃん、ポンちゃん呼ばれてるよ。ポンちゃん、白くなりすぎてんのはさっきのジャン君の絞りに合っちゃってんのかな。なんか私がどこで触れちゃったのかな。なんかちょっと触った気もするのか。なんかね、一つ新しいのが出てるんですが、それの意味がわからないな。ごめんなさい、結構オートフォーカスは構わないんだけど、一回切ってみようか。はい、取り直したら黒くなりました。でも問題はなさそうなんだけど、やっぱりね、一回絞りが、うん、暗いところというか影のところであったので、明るくカメラ側がしてたみたいなね。でそれがそのまま引き継がれたと。それを直すのが、撮りながら直せないのか後で調べよう。てかこのカメラもさ、深いところまでは俺研究し尽くしてないんだよね。だってあれだもんね、取説読まないからね。読んでないね。スローで撮影とかタイムラプスとかこのカメラで俺やってないな。ちょっと勉強しよう。もう一個のカメラに頼っちゃってる。というカメラ話をしながら、ボンちゃんおはよう。ジャン君どうする。あ、ブラシ探してるね。君の場合、あ、そうか、ラバーはあっちだって言ってた。よいしょ。ちょっと待ってね。これを使おうかな。はい、じゃんくん。
やっぱこれが一番気持ちいいんだね、じゃんかね。よいしょ。これもやってみるか。反応がちょっと違うね、やっぱりね。なんかごっそりいけるかな。よいしょ。ポンちゃんはこれどうだ。意外といいかな。じゃあ反応薄いからね。なんかかゆいところに手が届く感じかな。はい、定位置に着きましたね。しばらくはまたここで休憩かな。ジャン君、ポンちゃん、この姿を下から見たいのよね。昨日、マオイママさんが外出した時に、ジャン君、ちょっとだけ顔合わせたでしょ。目細めてくれたって言ってたけど、どうだった？見た？寝てる。寝てます。この二人は寝ています。はい、ジャン君。なんか髪の毛を切りに行っている間、ずいぶん泣いてたそうですね、ジャン君。その髪の毛はこうです。ちょっとここがパラけちゃったっけ。はい、刈り上げました。はい、でジャン君です。ジャン君。ジャン君何ですか、ジャン君。あれ、ぐるぐる回ってる。はい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 、はい、ジャン君。はい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 。Thank you.